はい、こんにちは。パーカッションの高文です。今回のテーマは三連です。つまり、タタ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 タと、一拍を三等分する三連形のフレーズをフィルインだったりソロの中に自然に取り入れる方法について解説していきます。で、今回の動画はですね、ある程度パーカッションが叩ける中級者、上級者の方向けの動画になります。というのも、広瀬さんからこうした三連形のフレーズだったり、この三連をですね、偶数で割る。2とか4で割って、タタツツ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 といったような、まあ、三連の偶数割りのフレーズを叩きたいんだけれども、なかなかこう自然に叩くことができない。あるいは、まあ、偶数割りしてしまうとですね、ある種のポリリズムなんで、拍を見失ってしまう、ロストしてしまうっていうですね、お悩みをいただきましたので、まあ、今回はですね、僕なりにそういった三連形を自然に体の中に取り入れる方法、インストールする方法っていうのを解説していきたいと思います。はい、まず前提として口で歌えるかどうかというのがあります。今回やるのは一拍を三等分するリズム。タタ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 という歌い方と、あともう一つですね。タタ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 という歌い方で練習していきます。打点で言うとですね、一拍を四等分したうちの1、3、4ですね。タタ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 というリズム。今回これを便宜的に4連のリズムと呼びます。つまり、タタ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 の3連と、タタ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 の4連のリズムをこう、行ったり来たりですね、口で歌えるようにしていくっていうわけです。はい、ではまずは4拍ずつ、4カウントずつこの3連と4連を行ったり来たり歌うっていう練習をしてみます。こんな感じです。せーの、タタ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 です。なんだ、簡単じゃねえかよと思うかもしれないんですけども、一旦ですね、ここで動画を止めていただいて、自分でこの歌い方ができるかどうかっていうのを確認してみてください。で、できればこの拍、1、2、3、4ってこう、拍をですね、手で叩いたり、まあ指パッチンしたりですね、足で、足踏みしながら、口で歌ってみるっていうのをやってみてください。はい、どうぞ。はい、できましたでしょうか。できましたら今度は2拍ずつ、2カウントずつこの3連と4連を行ったり来たり歌います。せーの、タタ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 です。ぜひやってみてください。どうぞ。はい。できましたでしょうか。そうしましたらですね、次は一拍ずつですね。ワンカウントずつ。せーの、タタ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 です。はい、ここまでできましたら、あとはご自身でこの歌い方、リズムチェンジの難易度っていうのをどんどん上げていってください。例えばですね、ワン、ツー、スリー、フォーの4カウントで、ワンだけ3連、あと4連で歌うと、タタ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 というような歌い方になりますし、2だけ3連にすると、タタ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 になりますし、3だけ3連、タタ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 、4だけ3連、タタ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 、みたいな感じでですね、2の場所に、3連、あるいは4連をですね、入れられるようにして、もう自由自在に3と4を行き来できるようにっていうのをやってみてください。はい、これっていうのは、以前、能動的リズム感を鍛える方法っていう動画で紹介した、オフビートを歌うっていうやり方と限りなく近いんですけれども、これ慣れてきましたらですね、もう例えば日常生活で、もう歩いてる時とかにですね、こう、足がつくタイミングを拍の頭だとして、タタ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 と、口で歌ったり、まあ口で出さなくてもですね、頭の中で歌ったり、例えばなんか曲を聴いてるとき、音楽を聴いてるときに、その曲の拍に対して自分で頭の中でタタ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 と歌ってみる。こういうふうに日常的に歌う癖をつけておきますと、あえて練習時間を取らなくてもですね、この行ったり来たりの感覚が、まあ、自然に体の中にインストールできると思います。はい。タタタタタタと、タタタタタタっていうのがですね、口で歌えるようになりましたら、ようやく楽器でやっていきます。
で今回僕コンガでやりますけれども、カホンでもジャンベでも何でも大丈夫です。でまず三連形ですね。タタ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 というの。で手順は右左で叩きます。で今回僕拍の頭でカウベルをこういう風に踏みますね。まず三連。タタ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 。はい。では次は4連ですね。タータタタータタっていうのを叩いていきます。これも手順は右左の交互で叩きます。つまり、タータタタータタタータタタータっていう感じですね。一回ごとにこう、右左がスイッチする感じです。ワン、ツー、せーの。タータタ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 ータタータタはい。で、この4連を叩くときは、さっき口で歌ったみたいに、タータタタータタタータタっていう感じのまま叩いてみてください。つまりですね、綺麗に4分割、4等分して、タッタタタッタタタタタタタと、こうきっちりと叩こうとしなくて大丈夫なので、自分でタータタタータタタータタと、あと拍の頭の感じが分かっていれば、ある程度ルーズに叩いても大丈夫です。はい。では、なんとなく先の展開が見えてきたと思うんですけども、さっき口で歌ったのをそのまんま楽器で叩いてみます。で、手元に今楽器がある方はですね、ぜひ一緒にやってみてください。楽器がない方は、こう、膝の上を叩いたり、机の上をですね、叩いてやってみてください。まずは、4拍ずつ、4カウントずつ、3連と4連を行ったり来たりします。タタ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 ですね。ワン、ツー、せーの。はい。では次2拍ずつです。タタ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 タ。ワン、ツー、せーの。では1拍ずつ3連4連を交互に。ワン、ツー、せーの。はい、ここまでできましたら、今度は部分的にリズムチェンジするっていうのをやっていきます。1、2、3、4の1だけ3連。2、3、4は4連で叩きます。で、今回分かりやすくするために僕はですね、3連の方をオープンで叩いて、4連の方をスラップで叩きます。こんな感じです。1、2、せーの。次、ワン、ツー、スリー、フォーのツーだけ三連。ワン、ツー、せーの。スリーだけ三連。ワン、ツー、せーの。4だけ3連。1、2、3、4。みたいな練習を、まあ大体1週間ぐらいやればですね、もう自由に任意の場所で3と4を行ったり来たりっていうのができるようになると思います。はい。ではここまでできましたら、最後に3連の偶数割りっていうのをやってみたいと思います。たたつつ、たたつつ、たたつつってやつですね。まずは4連、タータタタータタを叩いて、何か音色、違う音色をですね、2打ずつ叩きます。今回僕はですね、オープン2打叩いて、スラップを2打叩くっていうのをタータタでやると、トートパパートとパーパートとパパートとパパートとパーパートとパパっていう感じですね。
一見難しそうに見えるかもしれないんですけども、さっきやったタータタタータタっていうのをですね、ただオープンオープンスラップスラップって交互に叩いてるだけです。で、ちょっと手でやるのが分かりづらい方は口で歌ってみる。トートパパートとパーパトとパパトとパパートとパーパトとパパトとパーパトとパーパトとパパトっていう感じです。で、このトートパパートとパーパトとパパっていうのを3連携にチェンジすると、トトパパトと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 パパになるわけです。トトパパトと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 はい、今4拍ずつチェンジしたので、今度は2拍ずつやってみます。ワン、ツー、せーの。次、1拍ずつ。ワン、ツー、せーの。で、今のは3連の4割になるんですけれども、3連の2割の場合はですね、もっと簡単で、右手がずっとオープン、左手ずっとスラップで、タタタタタタと、タタタタタタを叩けばよくて、トゥパ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 みたいな感じです。はい。こうしたフレーズをずーっと叩いてるとですね、だんだんもう3だか4だか分かんなくなってくるような、タタタタタタと、タタタタタタが、もうゲシュタルト崩壊してくるような感覚になりませんでしょうか。で、なりましたらですね、これ、おめでとうございますなんですよ。実はこれ、リズムの扉を1個開いた、ブレイクスルーした状態で、タタタタタタとタタタタタタっていうのはですね、実は境界線がない状態なんですね。こう、3でもあり、4でもある。3と4が共存している状態。まあ、なんだかよくわかんない世界になってきたと思うんですけれども、まあ、リズムっていうのはですね、こう、デジタルに、タッ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 と、タッタタタッタタっていうのが切り替わってるわけではなくて、その中間層が存在するんですね。まあ、グラデーションみたいな感じですね、色の。で、この感覚が完全に自分の中に染み込む、インストールされた状態になりますと、もう3でも4でもですね、偶数割でも何でも、かなりこう、自由自在に行き来できる、もうリズムの海をですね、自由に泳げるようになるんじゃないかと思います。でもまあ、この動画を見たからといって、すぐにその感覚が身につくかどうかっていうのはですね、すいません。保証はできないので、やっぱり最初はですね、歌うところから始めて、一つ一つ、ステップアップしていってみてください。で、この、もう3と4の境界線がない、リズムっていうのはグラデーションだっていうですね、感覚が分かった時はですね、僕はもう、うわ、やべえって、なったんですけれども、この話を、このレベルの、話をですね、どれぐらいの方が理解できるのか、どれぐらいの人に届くのかっていうのがですね、正直ちょっとわからないところがあるので、何かしらですね、反応、コメントだったりメッセージでいただけると嬉しいです。いや、すいません。初心者の方はですね、もう訳がわからないよっていう感じだと思うんですけれども、ある程度のレベル以上の方だったら、今回の内容を聞いたらですね、何かブレイクスルーが起こるんじゃないかなと期待しております。で、この感覚が身につけばですね、例えばリズムの鉛とか、アフリカとか、キューバのクラーベについてとか、民族音楽のリズムとかですね、いろんなものがこう、見えてくるし、繋がってくるんですね。で、かなり面白いと思いますので、よかったらやってみてください。はい、こんな感じで、このチャンネルはパーカッション情報、レッスンなどをいろいろ配信してますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。シェアも大歓迎なので、よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。